来ならここに足を運んで、はい、声援を送りたかったですね。そうですね。7万2000人入る家元出身の笛が鳴ってゲームが始まりました。チームのいろんな意味で肝になります佐藤健介の浮き球、なんとか収まりました。手前にはチャンスだぞ、飛び込んで松浦、もう一回後ろから来た、ナイスキーパー梶川しのぎました。こぼれ球に反応したのは斉藤ですか。まあ、今みたいな形でクロスまだ行くなと、はい、健介さあシンプルに裏、ちょっと伊藤が残ってましたんでラインを破りました横浜 FC。 斉藤光輝を狙った、決定機来ました横浜 FC。 ポテンシャルの高いセンターバックです松浦とワンツー。さあこれで右から1、おちょっと斉藤光輝、斉藤のシュートだ、クロスバー、始まって15分2度目の決定機。まあ、いずれにせよやっぱり背後のところはかなりイメージして、はい、ここワンツーなんですけども、小池もちらっと見た上で、さあティーラトン懐、遠藤狙ってきました、遠藤啓太、鋭い反転からの右足です。あ、股の間を抜いてパスを出してるわけですね、はい、本来はないパスコースですよね、はい。また先頭がボールサイドに寄ってきます。マルコスジュニオ手前で石川ジュニオのシュート決まった。寄せが足りてないかなというところが一つと、まあ、その時間と距離があった分やっぱキックの人は高かったですね。高橋のも目いっぱい足は伸ばしてる。中川フリック、エジガルジュニオ先頭スルーパス、よく見せた、先頭のパスから遠藤だ、ナイスキーパー、ゴール空いてぞ、中川だ、これはカバーがありました、欲しい決定機へ踏まりの先頭からのチャンスです。バッターの、まあ、危険性は出てきます。これで前半終了の笛です。この監督はタイトルを取ります。そして後半です。前目から間合いを詰めて佐藤健介で引っ掛けてドリブル一味、右サイドシュートを狙ってきた、始まって十数秒、一味こういうパスは得意とする選手です。松尾トラップで出し抜いた、マイナス2じゃゴロが入れた、マイナスで待ってた一味、松尾はニアに速いボールを入れました。いいからですけど、うまかったですね今の。今度は横、うん、止めて木田のシュートだー。ボックスに出てきたのは伏兵の木田、まあ、シュートもしくは触ってくれという。ああなるほど、まあ、どちらとも取れる。これで松尾がスピードを上げてサイドチェンジが入ります。さあ松浦どうだ、斉藤光輝を狙った、うん、手前で一味も飛んでます。打つかな、おお打った、マギーニョ、まさに打ちました。プレスを剥がして、はい、さあこれで攻めの糸口を広げていきたい F マリノス。スルーパスが来たぞ、マルコスジュニオルからエジガルジュニオだ、ナイスキーパー、前に出ました南。打ち方がうまいですね。うまいですね、はいはい、踏み込んで小池パス、エジガルジュニオ、中川慌てた、マルコスジュニオ追加点来ました、横浜 F マリノス、去年の得点王がつながりました、中川からマルコスジュニオ。リングで来ましたね、入ってきましたね。オフサイドはないんじゃないかなと、はい、ギリギリで巧みに抜け出してますし、まあ、中川のボールがどちらなのかなっていう感じはするんですけど、はい、まあ、よく狙ってますね。でも本当にあの戸田さんおっしゃる、はい、来ましたねってところに来る選手です、はい、真ん中で浮き球、お佐藤健介のチャンスを、草の左足、左ポスト、佐藤健介、これは決定機でした。いいボールが出ましたよね、はい、でコントロールも決まりましたし、惜しかったなと思います、はい、内側に入った小池経由、さあ水沼カットイン、水沼のクロス、逆サイドマルコス入ってきた、大外に
水沼のクロスから遠藤、オンサイドですね、はい、湘南戦でしたかね、東京戦かな、先制ゴールがこの2人じゃないですか、はい、これはでもいいクロスが来ました。まあさすが水沼です。丁寧なボールでしたね、はい、まあ、本当にこのマルコシン、おお強いボール来てどうする、遠藤自分か、自分左足、自分で狙いました、左足、ちょっとマルコスですね、はい、タッチラインを取った遠藤、いいボールですね、さあ晒しながらの勝負は遠藤の真骨頂、マギーの体を当てます、粘る遠藤、粘る遠藤、どよめいた日産さん、チャンスだ、エジガルジャリオ、遠藤の粘りから4点目が生まれました。遠藤に与えられた時間と空間はあった、確かにあったと、あとそこからはもう彼個人の力になりますので、ちょっと追いつかれたなと感じになったんですけども、うまく自分のボールにしましたし、まあ、同じようなアクションがあってその手前にエジガルがいると、あとはどっち選ぶかって話になるんですが、まあ、冷静にディフェンスを見て丁寧に渡してますね。ストライカーの あの離れる動きも、うん、田代のところから少しバックステップでフリーになってるんですけど、今のランニングも良かったですからね、はい、これでゲーム終了の笛が鳴りました。